まあ突発なん でそうですね、突発なんで言う。でも本人たちは多分ガチなんで。はい、じゃあですね、今日の、仙台 FR からは、スーパーストリートファイター 2X、ベンダーホンダ VS ユッキー S ホーク10作勝負を、ただいまより開始していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあ今日は突発、かなり突発なんで、まあそれでもちょっと、両名からちょっと一言コメントでちょっと意気込みのほどを軽くちょっとねお聞かせいただければと思います。じゃあちょっとお先どちらでもいいです。まあ、開始の一言というか、ちょっと大会なのに2人しかいないっていうのも寂しすぎるんで、まあ、これはこれであの突発で面白いんですけれど も皆さんこう10先かける4か5をやれるぐらい来てくださいということで頑張ります。ありがとうございます。じゃあゆっきーさんからの一言。10先っていうことなんですけど、まあ、非常に先に10本取れる気しないんですけど頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、ということでじゃあ両者ね意気込み聞けましたので、両者ね準備できましたら、席について座ってください。あ、好きな方か、話し合いで、話し合いかじゃんけんで、はい、で、真ん中の台でお願いします。はい、ということで先ほどまでもの、店内対戦で、ちなみにあの配信台じゃなくて別の台でやっておりましたんで、配信の方は先ほどやってなかったんですけど、大会というかこの10作勝負やる前すでにもう、この組み合わせ何回かやってました。まあ、かなり勝率どっちもどっちという感じでね、かなり、熱い勝負をね先ほどまで、店内でやっておりました。まあ、そんな中で、まあ、ここからじゃあ10先となった場合にどうなるのか、ね、ちょっと見ていきましょう。それでは、両者スタートボタンね、押して始めてください。はい、じゃあ本日は、ベンダー X2 ホンダ対、ユッキー S コース、10作勝負を、開始したいと思います。さあ、この組み合わせなんですけど、細かいとこ多すぎて何から話したらいいもんかですね。まあ、ただ S フォークのまあ基本勝ちパターンというと、まあダウン取ってめくりからのまあ台風ではめると、で片やホンダの場合は5パンやら何やらありけやらをいろいろ駆使しつつ、まあ触らせないで、まあ、こうやって変わらせないで、体力リードをそのまま維持して時間をうまく使いつつ勝つ感じですね。でフォークラーも、まあ、跳ねいったというわけではなく、まあ、状況によっては時間を使ってと、時間を使いつつ一回ダメージ取ったらジャンプライピーとか、しゃがみポパンとか、まあ、いろいろ負けつつホンダに触らせないように、まあ、立ち回りというところで跳ねいったくではない。まあ、そんなところで実はすごく難しい対戦、見てる分には面白いんですけど、かなりやってる方としてはこれ神経使ってるんだろうなと、まあ、そういうところですね。まあ、ジャンプライパンでほとんどのホンダの頭突きから何やら結構作れるんですけれども、まあ、体力リードした後にそれやるんだったら全然 OK なんですが、体力リードをどうやって奪うかというところで、体力リードを奪われてしまった瞬間ホンダ側は頭突きをためつつ接近を阻む置き技を置きつつというところで、さあこのしゃがみライパンももう何人でやった、逆タク通してこれがフォークの勝ちパターン。さあリバーサルで出た、さあリバーサル逆感しっかり出した。まず1試合取ったのはワンキーベンダホンダ、まあ、という感じでかなり濃厚な、内容となります。これ僕数字にするとどっちが持っていってるかね、ちょっと僕は分からないです、分からないんですけど、まあ、もう両者の性能ですね、本当にそこに全てかかるではないかと、そういうところで見ていきましょう。何か精度が一つ落ちる、もしくは対応ミスった瞬間に一気に持っていかれてしまう組み合わせ、そういう気持ちで多分間違いないと思います。
体力リードはさあ第5例は体力リードは本田川、もう時間が地味に X2 ゲーム地味に時間が少ないんで、この90秒でどれだけ体力リードを奪いつつ立ち回りを有利にして最終的にゼロになるまで体力を全部減らすか、もしくは相手より体力が多いか、そこに全てが集約される。ジャブタイム入るが時間が足りない。さあまず1本取ったのはワンピーベンの本田、本田さんはやはり無理せず、さあジャンプ台パンではなくそのまま生で当たってしまった。ジャンプ台パンで踏むがリバーサルで、これはしっかり打っている。さあ切り返して、さあここは切り返す、ダクルサリで食いつきってか、鬼武装、鬼武装体育まだありますよ、全然あります。さあここまでベンダー、おっと打っていく、ズッキが入って、さあどっちだ、体力どっち、ちょっとわからないですね、これ若干本田寄りというところ。さあコントロダイブも低打点でガードすると半角なしなんですよね。で、まあちょっとその後ズッキで削れるって言えば削れるんですけど、あんまりさあジャンプライプ当たんない、着地に当たって、これは目の前着地をしっかり、よいしょで設定した面が本田。さあ残り10秒のこの体力感のやり取り、かなり見逃せなかったですが、最終的にはベンダー・ホンダが勝ってこれで2勝 2-0。 さあ出だし若干ユキさんにはちょっと辛い展開にはなっておりますが、まだ全然巻き返すのができます。さあ低打点、超低空でしたがしっかり勝負付きで発行、勝負付きが無敵があり、無敵が一番長い。さあ反対側に回るが、これはしゃがみ台パンを一発当てると。ただ本田は今度は全然一回倒せば全然ワンチャンあるんで、そこにかけると決めたいところですね。まあそして今日は突破したというところで僕の方がね話あり、最終的に連田さんが大会今日2人しか集まらなかったからバラされちゃったんですけれども、それでもこの組み合わせ結構気になる組み合わせ。さあ時間がどうだ、最後はズッキー、あと10秒欲しかったが最終的にはズッキーを決めて、さあなんとか体力まとめきった面が本田。さあ第2ラウンド相打ち、ダメージは本田の方がでかい、5番でかいっす、地味にあれ重要、あれで地味ですよ、張り手も落とせますよ。さあこれで張り手で近づいて端まで、さあこうなるとジャンプダイバー、当たった、さあ今度のダイバー当たる、しゃがみ10番重ねて、さあ体力リードはフォーク、こうなるとホンダがかなり大変になる。おっとこの位置100列で確定取っている、体力リードはもうわからないが若干ホンダというところでしょうか。100列張りて空中ヒット、さあ昇竜当たらず、残り20秒、ズッキーからの、ただこの体力、最後はズッキーと、あの体力は一応耐えくんで全部なくなる体力であったんですが、さすがに許さないと。さあベンダーホンダの3連勝、さあユッキーさんがどっかで返せればいいんですが、流れをまず取りたいですね。ここに至るまでベンダさんの対応が今のところほぼ完璧。さあコントロダイブじゃなかったトマホークバスターで割っていく、あっとコントロダイブの着地に大一を決めていく。さあ結構これはジャンプダイブ相打ち、オパーティターの台風がトマホークバスターがかなり見たんですが、ベンダーホンダの選択肢はガンガード、1回投げられてもまだ体力余裕あると、まあ、最終的に体力を優先してガンガードという選択肢を取った形だと思います。最終的にはそれが功を奏して、さあ1本取って今のところまだ1も引かせてないと。さあ体力リードをしているのは僕側ですが、着地際にズッキが当たる、
さあ歩いて少し圧迫をかけていったが、さあ時間が間もなく20秒切るところ、さあ画面を広く使い始めた。トマホクはスターガードからの、さあもう一回トマホク、しかしここはガードしきれずっと、さあベンダさん4連勝。さあ流れがちょっときつくなってきた。ベンダさんが冷静です。冷静というか対応はここまで本当に完璧。さあ開幕、まずトマホーコントロールダイブから先制を取っていった雪エストーク。さっきまでほぼ五分だった、五分のイメージはあったんですが、さあここの10先、まず先にベンダホンダが4連勝。そこからのさあ5試合目、さあジャンプダイブ、しかしコントロールダイブ行ったところに頭突きがしっかりと置いてある。体力リードはこれはちょっと怪しいラインですが、コントロールこれで削るんですよね。さあ頭突きが当たる、こうなると残り10秒、画面を広く使う。コントロールダイブで削ってもう1回と行きたかったがバックジャンプ。さあ体力をこの99秒の間のこの体力の管理、さあこれでベンダホンダまず一歩取っていく。さあ頭突きが飛びに当たる、さあダウン取って、さあ少しホークはコントロールダイブよりもどちらかというとトマホークバスター昇竜でダウンを取りたいところなんですよね。で勝利でダウン取ってめくり中継、もしくはめくりボディープレスからのタクが本命のタクというところ。さあしかしここまでベンダホンダを無理に攻めず体力リードをしたらこのまま体力をいくと、さあ並んでこれは分かんないです。残り30秒、お互いどっちの判断なのか。さあ体力地味に削って、さあトマホーク、これは当たらず、トマホークもう1回しかしガードと対戦前がいないんですよね、あれ。さあ先に5連勝、さあベンダホンダがここまで立ち回ったってきと、さあどうなるか、6戦目、なんとこ5連勝ですね。さあ、台風、リバーサル、精度が高い、もうボディプレスから、さあ、体力、とどめを刺すには至らないが、体力オーバーリード、さあ、この展開を待っていた、さあ、ある程度、かなり立ち回り的には、安心できると、ジャンプ台 P が本当にほぼ、さあ、技をほとんど潰してくれる、最後はトンドロダイブが入って、待望の1本、さあ、このまま次のラウンド。さあ地対系がしゃがみにも当たる、ソートの強みこれです。さあシューピー投げ、体力リード、そしてさあコンドロダイブ入って体力オーバーリード、まだでも全然ズッキーしっかりガード、もう一回ズッキー、さあ端に追い込んでひたすらズッキーを決めていく。さあ着地点ジャンプライピーの探偵的で終わった。さあこれはさあ体力並んでどうなる、ズッキー残り25秒、さあ鬼無双よく見ている、最後はしゃがみ中継取り返したベンダホンダ、追い詰められても諦めない。バックレス張りてあの削り色もバカにならないんですよね。さあズッキーが潰れた、体力も間違えるとあんな感じで潰れます。さあしかし体力リードはホンダ、股間で落とす、ジャンプダイビー、股間で落として、さあ体力はもう分かりません。上通してノーダメージ、ズッキズッキー、しかし5パンで落とす、さあ分かんない、残り20秒、5パン、
5番オニムソしっかり勝利で割ってボディープレスから大井町が入って、さあどうなるんだ、もう投げてサバオリ、サバオリ最後の最後で歩いて投げる天田本田、最後取り切って6連勝。さあ勝負強い。さあユッキーさんもかなりきつい展開です。さあ7戦目完璧に勝ちの流れでは、最後の最後で大井町が入った。飛び入ってからのコンボ、結構地味にフォーク側が難しくて、飛びから昇竜直でつなげる、勝ち勝系昇竜つなげるなどなど、まあいろいろなんですが、ちょっとでも前から見るともうそれあのコンボが変わるんで、まあ、単発で止める、まあいろいろですね。そこから本当にやってる人にもここはもうお任せしたいというレベルで、さあコンドル大を潰していく。さあ目の前着地はしっかり小頭突き、最後は対空にゆっくり上がって100カ落としと、さあこれは厳しい展開。5番頭突きはガード、コントロダイブガード、頭突きが当たる、はい、体力的には若干ホンダ側が有利だけはありますが、まだ時間は60秒あります。正直フェイントを交えていく、ここに無双しっかり入って、コントロダイブ高め、これは半角、これは半角、高めだと半角になります。25秒きつい、技を巻いて巻いて巻いて逆タックをかけて台風、さあ体力リードジャンプライティー、客観落としも今ケアですね、客観落としのケアも兼ねてあえてバックジャンプを選択、これで頭突きも頭突きごと潰してと、さあ取り返したユッキーエスホークありますよ、コンドルダイバー当たる、最後の最後でタックタック通した逆タック感覚ジャンプ中継、おっと目の前逆角を通して、これはさすがにガード、5番さあズッキーよく見ている、上は絶対通さないで、おっと大ファンだからの大一丁リバーサルからの、ここは時間を使って時間の有利を使って、あ最後の大一丁はちょっとすごいですね。さあ電話ホンダ7連勝、隙がない。さあユッキーさんはかなりきつい展開、とりあえず1回返して勝つ流れをちょっと組み立てていきたいところではありますが、ベンダさんの勝負強さが今のところかなり来てますね。なかなかシューピー他に落とす、おいちょ相打ちからの何度気負っている。さあ大ダメージ死守ではないが、鬼無双対空逆タク、これは勝負って返す、5番で落とす、落ちないからの5番、あっとなんとズッキではなくあえて100落とし、さあ体力リードもあって、さあ時間を使いつつまず1本取ったのはデータホンダ相打ち、これはずっとおっと反則だった、結構下の下っぽかったですけど、勝利を来た、待っていたところよ、あっと客観で逃げる、さああのトマホークで落とした瞬間がやっぱりホークの強みですね。さあ台風体力リードからのあえて何もしない、
体力リードしっかり守りつつ、さあベンダーホンド歩いて距離を詰めてラインを少しずつ少しずつフォークを、あ、ガミ足追いついるような感じで、ここに無双入って、今度はホンダがまた体力リード、そして土俵際まで下がって若干落として逃げると、さあ熱すぎる。しかしベンダーホンダここまで隙がない。8対0、あ、クレジット、あ、上押していただければ、はい、さあベンダーホンダここまで隙がしい、8-0、はい、さあ、クータイク間に合いましたね、今シューピー、頭突き、頭突き、攻撃に削られるシューピー、頭突き、頭突き、ジャンプダイピーが当たって、さあ、少しずつ女を我慢して追い込んでいくか、さあ、頭突きが当たって距離が離れる、歩いて近づき、股間を巻きつつ足払いを差し込んでいく、さあ、あるか、来たぞ、若干落とし、しかし、さあ、ワードは潰れなかったが、ワンチャンあるぞ、さあっと、コントロダイブに対してしっかりと首突き、さあ、まあ、これでベンダー3位、さらに1本、開幕、着率、ジャンプダイピン2回、これはかなりでかい、そして相打ちから、体力一気に6割、ジャンプダイピンが強い、これですね、体力リードすると、奥側こういうところで恩恵が出る、ジャンプダイピンが本当に強い、早出し中継が当たるが、しかし全然ありますよ、これ、ここに無双、着列、さあ、もう分からない。ドルダイブ、タロが完成して、小判で落として、この残り時間が、昇竜、トマホーク、さあ、待ってきた、さあ、やっとのやっとで1本、さあ、1勝取れるか、まず、流れを変えたい、ユッキエストーク、5番。仕方が絶妙、ジャンプダイピー、さあ機能してきた、取れますよね、これが今日まだあんまり見られなかった、差し返していく、体力リードはこれでホンダ、地味にホンダの技一発一発も減る、50秒、ここからジャンプダイジャンピーが割れるがしゃがみ中継、足払い、手つき、あっと百列ではなく着艦ですね、最後は百列、これでベンダさんリーチ、完全に位置も取らせないというなんか気迫を感じる、さあこれで追い込まれてしまったユッキエ、そして10試合目、5番でしっかり、ここまで僕はそこまで詳しくないので、どっちがどのぐらい数字かっていうのは全く分からないんですが、しかしここに至るまでベンダホンダが完璧な流れで多くの動きをほぼ封殺、若干危ない流れが途中ありましたが、持ち前の勝負強さでここまでまだ負けていないと、完璧な流れを見せる、体力リードはちょっと分からないですね、この時点で若干な本田側に傾いてるかなというところですが、ジェッキーしっかり見てる相打ち、しかし体力は本田側に傾いて、さあこれで天の本田リーチ、足払い、
足払い、若干で抜ける、コントロール百裂、ちょっとでもコパを巻くのを忘れるとすぐに百裂が飛んでくる。この辺もよく見ている。さあこれはきつい、流れがあの台風を決めるなんですが、これをなかなか決めさせてくれない。ベンダーホンダ、あっと最後は飛びが入って、勝ったのはベンダーホンダということで、なんとベンダーホンダ対ユッケーソーク、10先はさあ10対0でベンダーさん勝利となりました。お疲れ様でした。両方これ思った以上に絶対お互い疲れる組み合わせなんですよね。絶対疲れるんですよ。いやしかしベンダーさんやりきった感があります。じゃあ最後にちょっと軽く両名からいただきましょう。じゃあユッキーさんからちょっと疲れたとこ申し訳ないですけれど、ありがとうございました。じゃあベンダーさん、なかなか緊張感が見えなかった